本日は LJL2016 開幕戦の模様をお送りしております。いやレボルさん、1戦目は、アンソールドサッカーゲームの勝利ということで、初戦最初の方はセブンセブンがタワーの有利を通って、そしてそれを生かしてミッドタワーを強くかけていく形が見事できていたんですが、タワー強くをかける際にちょっと気をつけなければならないところが、そのエンゲージされやすいといったところ、そういったところちょっとうまくマネジメントをしきれなかったと、さらには時間帯的にまだマナムネが育ちきっていなかったということもあって、仕掛けられたところをうまく返せませんでしたね。そしてそういった隙を見逃さなかった USG が見事だったと思いますね。アパメン選手が壁でしたね。完全に壁となってましたね。壁の後ろでクロックレイ選手とハリッツ選手が嬉しそうにスキル打ってましたからね嬉しそうって、まあ、そしてただいわゆるドラフトの部分で最後にエンゲージが足りてないよっていうお話があった中で、ラストピックブリッツクランプハマってたと思いますね。しっかりとスキル当てていましたし、まあ、捕まえた対象がアリスターであることは多かったですが、まあ、アリスターを捕まえてその場に敵をとどめて、そしてそこからタムケンチのウルトでバックラインに入っていくという形を何度も作れていました。もしくはバックライン最初にタムケンチが入ってから慌ててたところをブリッツクランクエンティ選手が捕まえるという形ができていましたから、エンゲージのところをうまくカバーできていたと思いますね。さあそして、マッチ1はですね、BO3、まあ、ベストオブ3マッチということで、先に2勝した方が勝者なわけですよ。そしてブルーチームとレッドチームがまあ入れ替わります。今度は、ブルーサイドにアンソルドスタッフゲーミング、レッドサイドにセブンセブンという形になります。もし仮になんですけど、先ほどのゲームと同じようにいわゆるアンソルドスタッフゲーミングがエンゲージ構成、そしてセブンセブンが、ポーク構成をもし作ってきた、同じチャンピオン同士のような構成にした場合っていうのは、お互いに何が必要になってくるんですかね。そうですね、まあ、お互いというよりもセブンセブンというべきですね。セブンセブン、できればポークの要素にマジックダメージを付け加えたいかなと思いますね。両方とも物理ダメージ、全て物理ダメージだったので、相手のタンクのプレイヤーであるアパメン選手が装備整えやすかったですよね。全てのゴールドをアーマーに変換することができたので、まあ、一つマジックリリースのアイテムは買ってはいましたが、ほぼ全てアーマーに変換できるので、ポーク対策といったところでほぼ完璧なものができていました。そこにせめてマジックダメージが一つでもあれば、マジックリリースを買わざるを得なくなって、バルスであったり、もしくはイズリアルであったりといったところダメージ通っていたと思いますから、まずはマジックダメージの要素を追加するというところが、ポーク構成を再度取るのであれば重要になってきますね。一方で USG としては、まずは必ずそのタンクチャンピオンをアパメン選手に取ってもらいたいのかなということは感じましたね。完全にこうチームの壁として、そしてエンゲージする際のなんかまるで自由戦車のように相手に迫っていくというような、本当に力強いプレーを見せてくれましたから、同じようなタンクのチャンピオンをピックしてエンゲージ構成するのであればですが、まあ、そういったチャンピオンをピックしていくことが重要になってくるかなというふうに思いますね。強引にかき分けてきましたからねいうような、まあ、プレーでしたけれどもね。さあやはりタンクが、まあ、一つ注目ということは、ギャングプランクをトップレーンで運用してしまうと、一つこうタンクレーンという、まあ、要素というのがなくなるわけじゃないですか。ただし今回の場合はそのミッドがマジックダメージではなかったことによるダメージの偏りといったところが一つ影響したと思います。さらにはミッドレーンも AD キャリーも涙、ティアブダゴッテスを買ってしまったこと、買ったことによるパワースパイクの遅れといったところで、20分から30分にかけての集団戦におけるダメージの要素といったところがかなり欠けていました。ギャングプランクも怖いアイテム2つ、せめて2つですが、できれば3つ持ってからといったチャンピオンですから、それを考えるとパワースパイクのバランスといったところが取れていなかったことが、ギャングプランクの強さを発揮しきれなかった要因だと思います。ギャングプランク自体はかなり強力なチャンピオンで、序盤のレーニングのところでもアルティメットでボットレーンをサポートしていたり、あとはカイトのところで有効活用できていましたし、悪くはない選択肢だと思いますね。やっぱりこうちょっとロングゲーム志向のチャンピオンが多かったと。でそれに対してアンソルドスタッフゲーミングが、まあ、うまくドラゴンコントロールを取ったと。多分考え方としてタワーではなくドラゴンを優先したのは、相手の構成がロングゲームになりがち、そしてロングゲームで非常に強いということを分かっていたからこそ、早めにドラゴンを取ってレートゲームのドラゴンのコントロールでレートゲームのところを対抗していこうという判断だったと思いますね。そしてそれが
しっかりと機能していましたし、しかも狙い通りだったと思います。闇雲にドラゴンを取ったのではなく、しっかりとした戦略狙いを持ってのプレーでしたから、 USG としては個々人の能力といったところが最初注目されていましたが、チームの戦略、コミュニケーション、基盤といったところもかなり整っているなというようなのが分かる一戦だったと思いますね。そしてなんといってもイスルギ選手ですよね。いや、ターゲット1、3チャンピオンですよ。ただし今回タムケンチをどうするのかというような悩みが先ほどの一戦で生まれたと思います。さらにはハレッチ選手のルシアンのプレー見事でしたから、集団戦で輝いていましたから、常にフリーでしたからね。それを考えるとこの2チャンピオンどうするのと。しかしイスルギ選手のターゲットマンしなければならない、ドラフトがかなりセブンセブンとしては難しくなっているかなという印象はありますね。何を消すのかということですね。さあ、どうやらドラフトが始まったようですので見ていきましょう。さあ、今度は入れ替わっております。画面左側ブルーチームがアンソールドスタッフゲーミング、そしてレッドチームがセブンセブンとなっておりますが、やはりシンドラトレンガーは変わらずですね。そしてライズも変わらずですね、はい、ここで注目したいのはセブンセブンのバンですね。オフレイブス変わらずですね。ここも変わらず1戦目と同じ。そしてラストバン、アンソールドスタッフゲーミング、先ほどはルルでしたが、今回何かしら変更を加えてくるのかどうかですね。1試合目はルル、ルルはまだバンされるチャンピオンだと思いますね。やはりこうエンゲージのところを補助もできますし、ディスエンゲージもできますし、そして序盤から中盤にかけてのレーニングもかなり安定していますからね。中盤のところもある程度のダメージも期待できます。レートゲームになったとしても、AD キャリアのサポートができて問題はないとして、かなり安定したミッドレーナーになっていると思いますね。さあ、そしてリサンドラとギャングプランクを、お互いにバーンしましたね。リサンドラも最近かなりこう注目を浴びてますよね。ウェーブクリアがしっかりとあること、そして CC が豊富であることが大きいと思いますね。ピックアップの時点、際にスローであったりダブルのスネアであったり、もしくはアルティメットによるスパンといったところで敵を必ず1人捕まえられますから、そしてダメージをフォーカスして倒していくと。そして集団戦のフェーズになった時に味方を守るような動きもポジショニング取って、ダブルで相手の動きを回答することもできますし、敵のバックラインに入っていく E のブリンクを生かして敵のバックラインに入って、敵ないしは自身でウルトを使ってエンゲージをするといったところ、かなり柔軟性の高い動きができるというところが評価が高い理由になっていると思いますね。さあ、そしてルルとタムケンチ両者ともにオープンの状況下で、アンソールドスタッフゲーミングとしてはルルをピックしましたね。ルルというチャンピオンはかなり先ほども言った通り柔軟性の高いチャンピオンですから、さらにはまあミッドレーンと先ほど申し上げましたが、トップレーンでも運用可能といったところも一つ強みになっていると思いますね。それを見てセブンセブン、やはりタムケンチ取り上げたと、やはり使われたくないといったところでしょうかね。さらにはトランドルをピック。これ面白いのはタムケンチトップも行けます、サポートも行けます、トランドルもトップもサポートも行けますし、ジャングルも可能ですね。この段階ではこうセブンセブンのこの2人のチャンピオンがどこに行くかまだ分からないですが、ゾーニングもしくはタンク性能といったところではかなり高い2人を選んでいますから、この2人を核としていきたいですね。さあ、この2人を核にということですが、おお、そして USG レクサイト、ルシアン、ルシアンやはり取りますね。ハレッチ選手の得意チャンピオンなんでしょうか。こういったタンクに対してダメージを出せるかというとちょっと難しいチャンピオンではあるんですが、序盤から中盤にかけてというよりも弱い時間帯がない AD キャリーといったところで、さらにはそこにルルを組み合わせることによってレートゲームでもダメージ出せるだろうということでピックしたということだと思いますね。さあ、そしてリーシンとミスフォーチュン、リーシンはロックしてます、ミスフォーチュンはロックしてません。ここでリーシンをビッグしたとなるとやはりジャングラーということになりますね。序盤の圧力を生み出せるジャングラー、そして中盤以降の集団戦では敵の AD キャリーに対して飛び込んでいってウルトによって敵引き寄せる、もしくは引き剥がすというようなプレーができる、かなり柔軟性の高いレートゲームで活躍できるジャングラーになってますね。さあ、ロックしましたね。構成的にそろそろ出てきてはいますがワンモア来ますか。来ますかね。ダブルフックですよ。ただそうなるとダメージ減といったところはちょっと薄くはなるかなという印象があるんですが、というとこの
トップレーン、あ、ミッドレーンのルールも、まあ、ある程度ダメージは期待できるんですが、他のミッドレーナーと比べるとそう多くはないんですね。ですので AD キャリー、そしてトップレーンのところである程度ダメージを補完しなければならないんですね。特に中盤の戦いのところで苦しくなる可能性が高いということを考えると、トップタンクというよりもこうブルーザーと言われるようなファイター、をピックするのがいいのかなと思ったんですが、ブルーザーやファイター、例えばフィオラであったりだとか、そうですね、あとはソロキューでよく見られるようなガレンとか、硬くもありダメージも出るようなチャンピオン、 あとはダリウスとかですよね。おこれブルーザーですね。ポッピー、さあロック、リメイクされたチャンピオンポッピー、今はトップレーンであったりとサポートであったりもまた運用されてますか。この形トップレーンですね。トップレーン、トップレーンだとよく最近では中国で、LPL の方でかなり強化が高くて、ディスエンゲージの構成でも、そしてエンゲージの構成でも、さらには、まあ、スプリットプッシュといったところでもかなり、効果的なチャンピオン、さらにはこういったシングルターゲットのダメージ、ルシアンと組み合わせて、壁ドンからの、ハイダメージといったところが期待できるチャンピオンになってますね。それに対してピント選手はブリッツをお返しという形で見せてますけど、ちょっと話して相談し合ってますね。ここ空いてるポジションというとミッドレーン、さらには MF という強力な AOE ダメージがありますから、 AOE ダメージ持ちがいいんじゃないかなと思いますが、はいはい、 AOE 持ち、さあ新森得意のベルコツ、あーロックしましたね。さあ AOE 持ちがいいんじゃないかなということで、その通りの、ベルコツですが、構成的に、まあ、一つ出揃いましたよ。USG としてはスレッシュ、ルシアン、そしてレクサイという、まあ、シングルターゲットのダメージが豊富なチャンピオン、さらにはイグナイトを持っているということもありますから、ピックアップを序盤から中盤にかけて確保しつつ、そしてレイトゲームはルルのサポート能力による、集団戦の能力の高さといったところを確保していると。一方セブンセブンとしてはタムケンチ、トランドルというフロントライン、さらにはリーシンという、まあ集団戦ではサポート系のジャングラーを置きながら、ベルコズと MF が AOE ダメージを集団戦で仕掛けていくという形、かなり集団戦特化した構成になっていると思いますね。お互いではもう集団戦で当たろうよと。ただ序盤から中盤にかけてはレクサイとスレッシュがいる分、 USG の方がコントロールが取りやすいのかなと思いますが、ただ MF というレーンの強者がいますから、ボットレーンはちょっと USG先ほどと打って変わって苦しくなる可能性もありますね。先ほどはボットレーン押し込んで、そして押し込んだ上で、ブリッツクランクが先手を取ってミッドレーンロームという形作れていましたが、今回は押し込まれる可能性が高いので、はいはいはい、NT 選手がドームできない可能性もあると、そういったところをどうコントロール、先ほどはちょっと戦略を変えなければならないといったところが一つ鍵になりそうですね。ミスコーチはそうの相性的に それほど強いんですか、ルシアンとミスフォーチュンというその相性。ミスフォーチュンに対して2対2で勝てる AD キャリーはいないですね。あ、ジャングラーが介入しない限りは、ミスフォーチュンに対して誰もレーニングのところで勝ちにいけないと思います。もし万が一、スレッシュがフック決めてヘルスを削るというようなことを何度もできれば話は別ですが、当てない限りはなかなか難しいですし、さらには、ミスフォーチュンMS が非常に速いのでスキルも割きやすいということもありますから、ちょっとレーンのところで勝ちに行くのは難しいのかなという感じがしますね。つまりセブンセブンの狙いとしては、ボットレーンに強いチャンピオン、2対2で強いチャンピオンを当てることによって、まずエンティ選手をこう封印しようと。それは十分狙いとしてあると思います。相手のボットレーンよりも先に動く、もしくはタワーに押し付けて、リーシーン序盤非常にガンク能力高いですから、それを生かしてボットレーンのコントロールを取っていくというようなことは考えていると思いますね。そうなった場合、こうゲーム展開的にはやはりセブンスが有利になるわけですけれども、ただし、そこのところガンク、ボットレーンにどちらが先に入るか、レクサイが先に入るとなると、またボットレーンの状況は打って、一気に変わってくるということもありますから、互いのジャングラーがどこに重心を置いて序盤試合を作っていくかですよね。まあ、確かにスレッシュであればまっすぐ来れますよね。ランタンを後ろに置いてレーンガンクといったところも可能ですからね。
ミッドレーンはこうルルーバーサスベルコーズどちらもちょっとファーム互いにウェーブを押し付け合うような展開になるんじゃないかなと思いますから、こうキルレーンになるとはちょっと考えづらいかなと。さらには先ほどのようにミッドレーンなどのチャンピオンが攻勢の核を握っているかというと違うので、今回は MF というチャンピオンが非常に核を握っているわけですから、ボットレーンが重要なレーンになってくるんじゃないかなと思いますね。ガンゲという面でもとにかくじゃあボットレーンを意識しながらゲーム展開を進めていくと。そうですね、まあ、ガンクできなかったとしたらこのトップレーナーのテレポートを生かした、まあ、フォーマンガンクといったところも考えてくると思いますね。ということはトップレーナーのいわゆるテレポートを落とさせる使わせるのも一つ重要になってくると。序盤のところそこを一つアドバンテージ取っておくと、それがトップレーンだけではなくボットレーンにも波及する効果は十分高いと思いますね。だから仮にですよ、仮にまあ、そこまでこう序盤確かにミッドレーンもファームレーン、トップレーンもどちらかといってチャンピオン相性的にはファームレーン、いわゆるキルが起こりにくいチャンピオン同士なわけじゃないですか。その中でのこのボットレーン、もしここが、まあ、キルが一番起こりやすいですよというお話なんですが、もしキルが起こらなかった場合、いわゆるレートゲーム長いゲーム展開になるわけですよ。その場合まずはこうどっちが有利なのっていうのもあると思うんです。中盤ともっと長いいわゆる中盤20分ぐらいと30分ぐらいの時ですね。中盤はセブンセブン側の方が有利だと思います。ベルコズそしてミスフォーチュンのウルトはかなり強力なダメージ源になりますから、この2人の AOE ダメージがしっかりと決まればセブンセブン側の方が有利だと思います。レイトゲームになるとこのルルとルシアンのコンビネーションがどれだけ圧力を与えられるかということになりますから、この2人が鍵になりますが、比較的イーブンに近くはありつつ若干USG 側の方が主導権はレートゲームになると取りやすいかなというふうに思いますね。ただしトランドルという強力なサポート、トランドルがすでにサポートですからね、プレイシーズンに入ってからピラーによるゾーニングとさらにはウルトによる相手の、アーマーとマジックリジストのカット吸収といったところがかなり効果的ですから、この トランドルのゾーニングを生かしてセブンセブンとしては集団戦のコントロールを取っていけば、ゲームでもしっかりと戦える構成だと思いますね。僕の印象だとやっぱりルルを使うと E とダブルを AD キャリーにつけて AD キャリーが殴るみたいな。ただしルシアンが走射程長くないんですよね、はいはい、もちろんブリンクはあるんですが、そこのルルが AD キャリーを守るような構成をした場合、先ほどアイさんがおっしゃったようにルルが MS アップとピックスをつけてシットをつけて AD キャリーが先頭に立って圧力をかけるというようなプレーが非常に重要になってくるわけですが、それが可能かどうかですよね。しかも相手にはトランドルというピラ持ちのチャンピオンがいますから、ちょっと難しいかもしれないですよね。それではいきましょう。 LGL2016 開幕戦マッチ1ゲーム2セブンセブン VS アンソールドスタッフゲーミングスタートです。おっとスタートとしてはちょっと面白いと言うべきなんでしょうか。おう、さあレバルさん、スターティングアイテム一つ気になる点あります？そうですね、まあ、アウェーカー選手がリフィラブルポーションを買っている一方で、イスルギ選手がポーション3つといったところは一つ、まあ、注目。プレシーズンに入ってからジャングルあまり変化はないけどアイテムの変更がありましたから、一体どうなんだというような方は多いと思います。これ考え方としてですが、ポーション3つの方が序盤1周目の回復量が多いんです。リフィラブルポーションよりも200も多いんです。ですから序盤の安定性であったりヘルスの高さを求めたいのであればポーション、そして一方リフィラブルポーションはベースに変えればポーションのスタックが回復しますから、お金の効率という点ではかなりいいんですね。ですから序盤ヘルス高く維持できつつ、そしてゴールドをできるだけ装備やピンクワードに変換したいのであればリフィラブルポーションにするのが一般的だと思いますね。さあそして、ボットレーン、まあ、一つ注目ということですけれども、ここまずはどちらが先にレベル2になるかですよね。そこは一つボットレーンの序盤のレーニングの趨勢を左右するポイントだと思いますね。ちょっとこれは面白い動きと言うべきなんでしょうかね。さあ
互いにレーンに出てスタートということですが、まずはミッドレーン、まあ、ファームレーンになりますよと、まあ、互いにこうウェーブを押し合うような形になると思いますね。 1V1 の状況だとキルポテンシャルは下森選手が使うベルコーズの方が高いですが、スキルショットなので当てるのはちょっと難しいですし、なかなかキルは起きづらいんじゃないかなと。さあフレイからエンティレベル1仕掛けていく、イスルギがなんとレベル2フラッシュダウン。おっとこれもヒールもダウン、セブンセブンサモナー2つダウンですね。これは USG としてボットレーンのところをなんとかしてメフを抑え込みたいということで、さらにはエンティ選手をロームしっかりとさせたいということで主導権狙うために一気に仕掛けていきましたね。もうこれは USG としてはもう狙い通りと、狙い通りだと思います。ただしボットレーンにレクサイが現れてしまいましたから、赤バフ持った状態でボットレーンに現れたということは、あ、青バフまだやってないんだなということでカウンタージャングルされていますよね。このところでイツルギ選手とアベカ選手の間にレベル差が生まれてしまうところをどうカバーするかですね。さあレベル差が、生まれてはいますが、うまく逃げることには成功。今のところアパメン選手がトップレーンをウェーブを押し込んでカバーできる体勢を取っていたのが大きかったですね。もし逆であればアウェイカー選手仕掛けていたと思いますから、今のはアパメン選手隠れた好プレーだったと思いますね。さあナイスプレーで一つまずジャングラーをまあ救ったという、本当に救ったというようなプレーだと思いますね。そしてミッドレーンもやはりこのようにミニオンを、お互いに押すような形になってますか。どちらもウェーブクリアは安定していますし、まあ、ただベルコツの方がある程度レベルが上がると速くなるかなという印象ありますね。そう、ただし最初おっしゃってた、まあ、いわゆるこのミスフォーチュンにレーニング 2V2 では勝てないといった状況から、まあ、サマナが落ちてるわけじゃないですか。オットエンティランタンを置いて前に出る、ヒールを使わせる、ピラーを使わせる。さあプレッシャーかけていく、一つ変わってるわけですね。ボットのサマナースペルがないということは、ここはかなり USG 側の方がボットレーン有利に立っていると思いますね。これを生かしてボットレーンのコントロールを取って、ある程度装備整ってからエンティ選手がミッドないしトップへ圧力をかけていくということができるとベストですね。さあ狙いとしてはまあロームをすると、もしくは MF を切る、倒すことですね、はいはいはい。この2つどちらかを達成することができれば USG に序盤の展開を一気に転がっていくというふうになっていると思います。一方のセブンセブンはまあそれをさせたくないと、できるだけカバーしたいですね。そこで重要になってくるのがやはりアウェーカー選手がボットでのカバーできるかどうかということと、エビ選手がテレポートでカバー入れるかどうかですね。あと、はい、できればですが新森選手がウェーブ押し込んで先に寄れるというような、ボットレーン先に寄れるというようなウェーブの状況を作れるとベストに近いですね。あ、ミッドレーンのこの押し引きというのも一つボットレーンに影響してくると、ボットレーン寄る前にミッドのレーンを押し込んでからですね。おっと一つ面白い位置、レベル3とレベル4仕掛けましたが綺麗に逃げる、そこに囲うようにティントンピラー、ナイス1だ。フラッシュを使わざるを得ないがランタンで回収する、ただしフックを決めているのはエンテ、もやしはフラッシュ、エグゾーストが切りましたがイグライトも入ってる、フラッシュでハレッジ追撃、ファーストから取ってくるハレッジだ、さらにはアウェーカーがローライフだ、ダブルキルだ。さあということだ、新森先には寄っていましたがハレッジトリプルキル、テレポート互いには来ているが、アッパメンが1キル拾って USG 一気に4キルゲット、04交換だ。完璧ですね。これがアンソールドスタッフゲーミングなのか。いやー、どこが売れ残りなのかと凄まじいプレーでしたね。ハレッジ選手完璧だったと思います。ただ一方セブンセブンとしては先に捕まえたにもかかわらずエビ選手のテレポートがちょっと遅れたんですよね。そこが一つ、後悔するポイントになるかと思います。 USG の方がリアクションが非常に早かったですね。いや、なんといってもエンティ選手のプレーですね。さらにはイグナイトとイグゾーストだったといったところも差が生まれましたかね。ああどういった点で、やはりこうダメージ量でいうとイグナイトの方トゥルダメージ序盤かなり強力ですから、キルにつなげられる可能性としてはやはりイグナイトの方が高いんですよね。ティントン選手が、いや、ハレッチ選手が笑ってますねニコニコしてますね。これで一気にボットレーンは逆転しましたね、はいはい、USG の方が有利だと思います。なんといっても装備一つ分 BF ソード一つ分勝っていますからね。約1300ゴールド、ちょっと見てみましょうか。
1000ゴールド近く、ああまたフック、ピラフレイ、いやフラッシュはない、ハレッジが強い、ワンフックで切るまでつながりそうな、いやあれだけヘルス削られてしまうとセブンセブンボットレーンはレーニングできないですから、リコールせざるを得ないですね。ボットレーンをカバーするとボットレーンから作っていく、という動きが完全にセブンセブン潰されてしまいましたね。こうなるとセブンセブンとしてはこう行き場がない、この状況だと行き場はないです。ですから考えられる対策としてはボットレーンをまずは捨てる、レーンのレーンを捨てて、はいはい、ミスフォーチュンを違うレーンに送る、もしくはミスフォーチュンをボットレーンに一人で置きつつ、トランドルとリーシーンが他のレーンに圧力かけていくということですね。この2つのどちらかを取らない限りは自利品に近いと思います。このままだと完全に USG がボットレーンを支配して、そしてエンティ選手の圧力を生んでいくという形になると思いますね。いやもうこの位置でこのラインですからね、タワー下ですよ、同数では絶対に対処できないですから、人数をかける、もしくはボットレーン捨てる、どちらかですね。さあ人数をかけるのか、まあ、その判断が一つ迫ってくるわけですが、ここ一つすでにセブンセブンとしてはターニングポイントに近い、あもうそんなに状況だと思いますね。いやこれはプレッシャーが非常にプレッシャーがかかってますね、こちらのレーン。このまま2対2の状況を続けるとルシアンとメスフォージュンの間の金額差がどんどん広まるだけですし、さらにはエンティ選手のロームの能力といったところの圧力も生まれますから、このシンボリ選手にも影響してくるんですよね。あーなるほど、これがミッドレーンへ、もしボットレーンからエンティ選手が消えるとなるとロームの可能性も生まれるわけですから、しっかりと視界のコントロール取れていなければ、ちょっとウェーブの押し引きのといったところも影響しますね。さあそのボットレーン、タワーが折れそうなライフにはなっています。さあミッドレーンはただしまだそこまで影響はなさそうですが、ラストヒット的にも少し、新森が有利でしょうか。ただしクロックデー選手は2アシスト取っているので、その分だけ金額では勝っていると思いますね。あほとんど同じですね。ほとんど同じですか。 2CS ですね、ワンウェーブ同じ今 CS を処理しましたから。そしてトップレーンではエビがワンボイワンの強さを出し始めましたか。アパメンがちょっとレーンでいられないような状況になってますね。タムケンチがレベル6になってから、スキルに割合ダメージが乗るというところを生かしてダメージを取るといかっていってますね。これを生かせるといいんですが、ただしさあどっちを判断する、捨てるのかどうするのか。捨てる判断はしなかった、ウルトを切りました。さあバレットタイムでミニオンがいなくなった。ハレッジがタワーを折り切ったところ、テレポートでも入ってくる。ティントン捕まった、エンティのキル。さらには今テレポートをエビ選手タワーにしてしまったんですね。ただタワーがすぐさま折られてしまったことによってテレポートがキャンセルされてしまいました。さあセブンセブン捨てる判断はしなかった、しなかったことが影響しましたね。おっとただ面白い位置で待ってはいる。フックは避けているのは新森、ブルーバフ、スティールはと誰が取ったか、これはイスルギが取りました。いい判断ですね。このミッドレーンのウェーブのクリア、押し付け合いの時に青バフが大きく影響してくると思います。片方が青バフ持っているにもかかわらず片方が持っていないという状況だと、マナの効率やスキルの回しといったところで影響してウェーブのところを押し付けられやすくなってしまうんですよね。ここでクロックデー選手が青バフとコントロールできるとウェーブは完全に USG がミッドレーンを押し込むという形が続くと思いますね。もうここからはミッドレーンをじゃあもう折りに行こうという流れでのブルーバフを取ったと。そうだと思いますね。やはりベルコズのウェーブクリアというのはかなり厄介ですから、マナの枯渇をさせてスキル回せないようにしてミッドのファーストは触りたいという形になってくると思います。 USG としてはボットレーンプッシュしてアーバフ取ってからミッドのファーストタワー、もしくはトップのファーストタワーが確実にオブジェクトを狙って動いていくと思いますね。さあそのオブジェクト狙い、クロスとエッジはただ瞬持ってはいます。アパメンうまく E のブリンクで避ける、フラッシュフラッシュで追撃、エビが食べる、アウェイカーが蹴れるか、蹴った、横には蹴ったが、アパメンこれ生き残ることに成功、素晴らしい判断。さらにはポピーの前ウルトもありますから、ディスエンゲージ能力がかなり高いですね。しかも装備整えつつあるといったところで切るまでつながらない。さらにはその間にミッドが空いてますね。
さあ空いている、そこに入っていく、通路を塞いでいる、ミスルケがこの位置。MF としてはボットレーンのすぐさんプッシュしてミッドに介入しなければ折られてしまいますよ。さあプッシュは、あー今向かってますね。さあミッドに5人 USG ダイブの構え、アファメンが回すだけで下がらざるを得ない。さあイージータワーウルトを切った、シンボリーダメージが入っている、エンティのライフが低いが、ここはクロックでウルトを判断している。さらに前に出たイスルギはフラッシュアウトを選択。さあ前に出たエビもシールドを使って下がりました。お互いノーデッドですが、タワーを折り切ったのは USG。 今イスルギ選手非常にいいプレーしましたね。敵のど真ん中に入っていてノックアップでベルコーズのウルトを止めつつ、そしてフラッシュアウトして生き残りました。今のところもしそのままヘルス削られ続けていたら、カウンターでミッドのファーストは取られていた可能性もありますから、いわゆるおとりになったタンクプレート、しかも生き残りましたからね、非常に素晴らしいと思います。このドラゴンは致し方ない部分が大きいと思いますから、セブンとセブンとしてはしっかりと確保したいですし、 USG としてはあまり欲を出さずにいきたいですね、はい。さあセブドラゴンゲットしたのはセブンセブン、これでドラゴンスタック11です。さあ状況が大きく変わりましたね。やはりボットレーンのところで耐えて、いた判断をしたことによって、それがそのミッドのファーストターンまでつながってしまいましたよね。こうなってくるとレクサイ、そしてスレッシュの圧力によるロームでちょっとミッドレーナーである新森選手前出れなくなると思いますから、マップのコントロール、ジャングルのコントロールといったところにも影響してきますね。さあどういった部分をじゃあ今度は取って USG はゲームを展開させていきますか。まずミッドをプッシュして、今、まだ動き始めてはませんが、ワードをレーンに置きながら、ジャングルにワードを置きながら、狙いのトップのファーストタワー、まず唯一、ファーストタワーが残っているレーンですから、トップレーンにローテートしていくという形を作ると思いますね。つまり狙うのは、トップタワーととなると思いますね。一方のこうセブンセブンとしてはどうしますかね。まだボットも折られて、ミッドも折られましたけれども、タワー取れていない状況。今はまず戦うことができない状況なので、こういった集団同数の形を作るのではなく、人数差の状況を作って、そして人数勝ちできている状況に MF とベルコズを置いてファームさせて、タワーを取らせるということが重要になってくると思います。ですからエビ選手であるタム、エビ選手が使うタムケンチに、人数不利なところを耐えてもらっている間に、CS を集めて装備を整えるといったところが重要になってきますね。USG は少し面白いですね。アファメンをボットに置きましたよ。おっと、そして逃げ道読んでいる、エンティフックからのエビがボックスに捕まる、シールドで硬いが3人、さらにはキャリーシールダメージを出すハレッジが入って、最後はクロックデイも寄っていた、キルを持っていったのはクロックデイ。今エビ選手は倒されてしまってトップのファーストは守れていません。一方アファメン選手ウルト使ってディスエンゲージしてボットのファーストを守っているんですね。本来であればここはオブジェクトの交換といったところがよく考えられるんですが、それすらさせずに USG パーフェクトの試合の展開を進めていますね。もうこれは狙い通り、狙い通りというよりも理想通りと言っては逆に言うと、ボットタワーは一部にで守ったアパメン選手がもうすごいと、そういうふうに言えると思いますね。さあ裏に入ってきているアウェイカ仕掛けようというところ、プレイからこれは9当たっている、新森のレーザー貫通。さあ2キルゲットしたのはゆとりもやし、一度下がって湧くフロストエッジ、スローが入るぞ、裏にはエビが回り込んだ、クロックデイもエッジをアクティブにしますが、アウェイカが一度捕まえた、フラッシュで前に出た形になってはいるが、これはどうしようもないか、スローエリアに捕まって新森のキル。あっと、さらには裏ではエビが1キル取ってますね。どこでこれはハレッジダウン、ミッドレーンでウルトを使ってミッドレーン入っていったんでしょうね、はい。そしてそのまま今のところ USG としてはトップのファーストは取れた後、ちょっとかなりスキルを使った後、ただ一力仕掛けます、タワー下ローライフにはなっている、食べてエビがきっちり食べて持っていく、残っているのはアポメントエンジのみ、タワーが少し守れるのか、次のウェブがあります。さあ仕掛けるのはセブンセブン、4プレイヤーが
ミッドの1本目ルシアンとルル間に合いそうにないですね。さあちょっと間に合わないか。エンティがただ前には出るプレッシャーをかけてはいきますが、ここを降り切ることに成功。いやー拮抗してますね。拮抗していますね。今のところ USG は先ほどボットのファーストを守ってトップのファーストを追ってエビ選手倒してといったところ展開中に良かったんですが、そこでかなりスキルを使っていたんですね。トップのファーストのところでも、スレッシュがウルトを使っていて実戦エンゲージの要素がまず消えていましたし、ボットレーンでアバメン選手がターンを守るためにウルトを使っていたということもあって実戦エンゲージの要素が全くない状況でエンゲージされてしまったと。さらにはゆとりまや選手が耐えてようやくエッセンスリーバーができた段階で仕掛けていった、このセブンセブンの判断が非常に良かったと思いますね。そしてこのベルコーズの使う新森選手とゆとりまや選手のウルトが綺麗に重ねることができてダメージしっかり出せた、狙い通りの集団戦の形作れていたと思いますね。この AOE、いわゆるミスフォーチュンを取ってからベルコゾを取ったと、この2つの AOE をいかにかぶせるかといったところがまあうまくできたと。かなり厳しい状況、装備差ではまだ装備は負けていますが、その状況でもこの2人の、ウルトがしっかりと重ね合えることができれば、その差もひっくり返すだけのポテンシャルは十分ある2人の組み合わせですから、しっかりと生かしてセブンセブンとしてはいきたいですよね。さあただし、まあ、1つ落ち着きはしました。グローバルゴールド的にも現在18分20秒という段階ですね。2000ゴールド強、まあ、3000ゴールド弱といった形になってますね。ドラゴンスタックもお互い1ずつというような形になってますが、やはりドラゴン戦ですか。そうなると思いますね。そしてこのドラゴン戦のところでセブンセブンとしては有利な状況を作りたいですし、USG としては有利な状況を作らせたくないですよね。ですからまずはサイドレーンのウェーブを押し上げるなり、もしくは視界のコントロールを取るなりして USG としてはコントロール していきたいと。そしてセブンセブンとしてはそこをなんとかして返していきたいですね。さあコントロールして返していきたい。この時間帯最初おっしゃってたのはやはりセブンセブンの先ほどのウルトが AOE で被ると非常に強いから、この時間本当はセブンセブンの方が強いわけですよね。しかしこれだけハレッチ選手育っているということを考えると十分 USG も戦えますね。ただ狙いとしてはやはりエンティ選手、そしてイスルギ選手のフックから行きたいですね。なるほど。さあフックから狙って、先ほど狙いましたがここフロストエッジちょっと当たりませんでした。復興を当てて1キル取ってからドラゴンなり集団戦なりを仕掛けていくことが USG の構成としてはベストに近いと思いますね。さあそれを狙っています。さあセブンセブン、ここはピントンピラーを置く形、あーと追い出しましたか。ミッドレーンのセカンドまで行こうかというような取ってますが、エンティのプレッシャーが凄まじい。エンティ一人がここにいるだけでこの圧力ちょっと押し返せないですね。グループアップしている5対5の状況では AOE ダメージが豊富なセブンセブン側の方がプレッシャーを生み出しているんですが、ただ一人エンティ選手が横から入ってくるかもしれないというだけでちょっと押し込むことができてないですね。クロックデイはミッドのウェーブクリアを現在してますね。でアパメン選手がトップレーンのウェーブクリア来ましたね。おー、そしてこれは諦めたんですかね、USG としては。そういう形になってますね。やはり5対5の状況だとどうしても AOE ダメージが豊富なセブンセブン側の方に分があるということで、なんとかピックアップ過去撃破を狙っていたんですが、その機会がなさそうだということで切り替えていきましたね。あ、無理はしたくないということですか。そういうことだと思いますね。8ゲームになればクロックデイ選手とハリッツ選手のコンビネーションが機能するだろうということで、まあ、保険もかけているということもあると思いますね、はいはい、今崩すゲームプランを崩すよりもこの有利の状態のままゲームを迎えたいと、いわゆるこの2人のコンビネーションの時間を迎えたいということですけども、時間帯的にはどれぐらいですかね。そうですね、以前であれば大体30分ぐらいでルルー その本領発揮というような形だったと思いますから、あと9分10分ぐらいですかね。もっとここ赤バフを取りに行こうとしたシーンです。アウェイカーキック、これは前に出てしまった。そしてエンティのフックからの新森レーザー、ただイスルギ非常に硬い。9を当てているのはこれはアウェイカーだがさ、横からクロックでエグゾーストですぐさまティントン対応、ランタンで拾う形だがエビがエンティを加えてはいる。フック決めたところのユダリモヤシの AOE、
4人にヒットした。そして横からいや援護に来たハレッチがこれはダメージ出せませんでしたね。先手をセブンセブンがうまく演技しきれはしませんでしたが、人数かけているところ、寄っているところの間にうまくチャンスを見つけて、ゆとりまや選手が MF の非常に強いプリティメットを決めていきましたね。これを USG としてはさせたくなかったんですが、ちょっと今のところ2回連続させてしまってますね。先手を取り切ることがまだできていないといったところが、徐々にセブンセブンが返している要因になっていると思いますね。アンソルトスタッフゲーミングとしてこう先手というのが一つ大事だということですけど、先手を取るためには何を、まずはワードのクリアですね。視界のコントロールを取っていく、球の状況では有利なわけですから、まずウェーブを押し込んで、その間に視界のコントロール、ウェーブのワードクリアをしてから、そして相手のジャングルにワードを置きに行く、そしてそこに移ったチャンピオンから敵の行動を判断して誰を狙っていくかという判断をしていくといったところが重要になってくると思いますね。さあ、その視界かなり丁寧に行い始めましたね。確かにこういった形で視界のコントロールを取っていくことが USG の構成にとって非常に重要ですね。一方のセブンセブンとしてはやはり同じように、まあ、ある程度の視界のコントロールは取りながらも、できるだけ少数で敵に当たらないこと、エンゲージの際は常にグループアップしている状況を維持することですね。ただその時にネックになるのはやはりサイドレーンのウェーブのコントロールがちょっと難しいことですね。グループアップし続けなければならない一方で、サイドレーンのウェーブのコントロールもしなければならないといったところで、どうしても後手に回りがちだと思います。この後手に回っているところをどうカバーするのか、一方 USG としてはここをどう有利を生かしていくのかですね。さあ、このハレッチ生かしていくところ、フック、あーっと捕まったか、これはピントンだ。テレポートを切ったハレッチはローライフだ。非常にミスフォーチュン、もやしゆとり回しがダメージを出している。さあ追撃、もう一度 E が上がればというシーンだが、フック、そしてボックス、これはフラッシュを切った形、ここにアパメンが横から入ってくる。壁ドンだ、完全に捕まったな、ゆとり前シャットダウンしたのはアパメン。そこからハレッチがダメージを出して3キルゲットしたのは USG。 前に出たエビも5対1ではなすべがない、どうしようもない。一気に4キルゲットしたのは USG。 ミスフォーチュンを捕まえたエンティ選手、素晴らしかったですね。これがエンティフック、エンティハンドですね。ゴッドハンドなんですかね今のは完全にこう流れを変える、ちょっと流れとしてはセブンセブン耐えきれそうだなという流れだったと思います。さらには集団戦の始まりの形もルシアンがヘルスを削られて厳しいような状況でしたが、一気に相手のキープレイヤーである MF を捕まえたことによって集団戦勝ちに行きましたね。さあ、バロンを触っている新森のレーザー貫通、あっと、これはイスルギダウン、イスルギがダウン、スマイトがない、スマイトがない、エンティダウン、新森がなんという、そしてアウェイカーがバロンを取る動き、わあ、救い切るのか、いや、分からない、アウェイカーがダウンしそうだ、スマイトはギリギリ上がった、バロンを取ったのはセブンセブン、さらにはハレッチが狙われますが、ダメージを出し切ることはできない、3キル取ったのはセブンセブン。新森選手、先ほどのところ、集団戦でウルト使ってなかったんですよね。セブンセブンの窮地を救った。むしろこれは一気に優勢まで持っていけそうですね。キャリー陣がまだ残っていますし、エビ選手というタンクが残ってますから。さあ、さらにはタワー1本目、もう1本いくかどうするのか。ハレッチはダウンしている。デスタイマーは残り17秒というところ、行くと判断、ここは守りたいですよね。守りたいですね。さあ、パメンどうするのか。イスルギ前に出る、いや、ただしこれバレットダイブ、クロックデイが落ちた、ゆとりもやしのウルトでクロックデイまでが落ちた、キャリー2人ダウン、エンディ捕まった。いや、ダブルキル持っていくのはゆとりもやし、エンドイットがあるぞ、インキビター、ダウンどう判断する、バックを判断しました。ちょっとヘルストマナの状況が良くないですかね。さらにはドラゴンがそろそろ湧くといったところで下がる判断をしました。新森選手が流れを一気に変えましたね。いや、2点3点する試合になってますが、それぞれキープレイヤーが素晴らしい働きを見せてますね。先ほどのところ集団戦では
セブンセブンのキープレイヤーであるゆとりまや選手を真っ先に落としたエンティ選手のプレー、そして今のところでバロン戦ではジャングラーを真っ先に落とした新森選手のプレーがかなり輝いていましたね。お互い一と一のぶつかり合い、ドラゴンもゲット3スタック。ここまで来るとセブンセブンの方が有利に立っているというふうに言えると思いますね。インヒビタータワー、インヒビタータワーもそしてインヒビターもミッドレーン割っていますから、スーパーミニオンが湧いているとミッドレーンが自動的に押される状況で、サイドレーンのところに圧力かけやすい状況ですからね。さあそのサイドレーンクリアに行っているのはハレッチ、サイドレーンですよね、圧力かけるならサイドレーンだと思いますね。ミッドを押し込んでから押してトップレーンですね。こういったローテーションに対して USJ はどうしても後手にならざるを得ないですね。ここただボットではなくトップを選択しましたね。すでにセカンドタワーが空いているということが影響しているかもしれないです。さらにはまあハリッチ選手がいないレーンに圧力かけたかったということもあるかもしれないですね。ボットレーンでファームというかウェーブクレーしましたから。さあハレッチ合流、ここからの CG エンティのフックが一つ USG にとっての鍵になるでしょうか。新森選手もしくはゆとりまや選手をフックすればまた流れは変わりますね。さあそのフック、エンティどうする、やっとハレッチにスローが入りました。これは無理と判断、一度下がりますね。 USG 体勢を立て直します。バロンバフはこれで終わりましたが、セブンセブンはまだ続けるでしょうね。ミッドがスーパーミニオン、ミッドのスーパーミニオンに生かすため、さあ生かすために続ける。いやーこれルシアンドルト打ちましたけども、エビライフがほとんど削れません。硬いというかマックスですか、ヘルスマックスのままですね。スピリットビサージの影響で回復量がアップしてますから。さあもう一度ピンクワード奥、エンティ狙う、プレッシャーをかけたい、フック避けているのはゆとり回し、横からアパメン、おっとウルト当たっていない、ただしゆとり回しがタワーダメージ少し受ける形、残り半分です。もうこれいきますか、このまま続けると思いますね。インヒビターが復活するまでこの状況を作り続けると思いますね。それに対してエンゲージしなければならないんですが、ただ安易にエンゲージしてしまうとキャリー陣2人に届かないということを考えてちょっと難しさを感じてますね。さあハレッチ ミッドレーンのミニオンウェーブクリア、あと横からアパメンが入っていく、エンゲージした、ただしこれは新森のウルトラカウンター、完全に突き刺さっている、アパメンも食べられて2キル持っていくのはなんとセブンセブン、エンティもう一度フック、ただしティントンタワーダメージは痛くない、もうクローズハード持ってますからね、どうしようもないですね。いやそしてミッドレーンへ行っているのを即座に判断してますね。パワーを持ちながら、そしてインヒビター、エンティもう一度フック狙う、新森捕まった、おクレンズ、フロストエッジ追撃をして逃がしたくはないような動きになっている。エンゲージした対象がゆとりまや選手と新森選手ではなかったんですよね。すぐさまバックレーンに入ってウルトの体勢、ウルトを打つ体勢しっかり整えていましたからね、ちょっと厳しいエンゲージになってしまいましたね。まあ、ああいうしなければいけないけれども、捕まえる対象、一番最初に CC 当てる対象をしっかりと選ばなければああいう風になってしまうということですね。きっちりでも避けますからね、それは当然セブセブ側も分かっていると、もう狙われるだろうというのが分かっているからこそ、サーシュート、さらにはクレンズを持っているということですね。でトップミッドがインヒビター湧きましたから、もうあとはボットレーンを押すだけ、もしくは、そうですね、エビ選手にボットレーンを押させてバロン周辺のところをコントロール取るということも考えられます。2通り考えられますね。バロン戦をするかボットを押し切るか、注目点はどこだと思います。エビ選手がどこに行くかだと思いますね。エビ選手の位置によって考え方が分かると思いますね。エビはボット、そして全員でボットに行ってますね。もうラッシュするつもりですか。バロンっていうリスク、バロン戦のところどうしても、リスクになりがちですから、そういったリスクを負わずに勝っているところを押し切ろうという判断ですね。リスクはもう背負いたくない、確実に勝ちたいという、そういうことだと思いますね。さあテレポートを切りました、タワーにテレポートを切っている、前に出るのか、
とハレッチのウルトが非常にいいダメージ。うわー、ただしピラー、いやー MF の E のダメージとピラーによるスローでちょっと前出れないですね。タワーが2本あるかのような。さらにはそこから新森選手のポークもありますから、ちょっといや、またしてもピラー前に出れない。さらにはスロー、新森がいいダメージを出していく。このまま睨み合っているとスーパーミニオンがミッドとトップを押していきますから、どん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 セブンセブンに有利になっていきますね。さあ、おっと、ハレッチに当たる、いいダメージが入った。ハレッチ一気に5割、まだ続けるか USJ、 これは無理と判断しましたね。白バック、ミッドレーン、そしてトップレーンがともに押している状況か。インヒビターターも変わらずこのまま続けると思いますね。さあ、長い長いタワー攻防戦。いや、ちょっと前出れないですね。 USG としては苦しい。エンゲージしてウィトリマヤ選手、シンボリ選手を掴めに行きたいんですが、さあこれはハレッチはウルトを切ってミニオンを、いや、ブロックしましたか、ボディーブロック AB。 いや、そしてミッドレインへ、インヒビターが湧いたところを倒しに行きましたね。すごいミニオンの量がある。エンティ、ここはチャンスか。いや、フックをしたが AB が対象者だと AB は硬い、前に出れない。ハレッチがダメージを出せるかどうかが一つキーポイントだが、いや、うまいですね、セブンセブン当たらずインヒビターだけ取ることに成功。さらにはピラ、んー、ちょっと反撃の糸口が USG 見つからないか。かなり辛いですね、まあ、この状況で勝つのは。そうですね、NT 選手のミラクルフックがあればという形ですが、それさ、逆に言えばセブンセブンとしては NT 選手、そして伊藤力選手のエンゲージにさえ気をつけていれば、あ、ほぼ勝つのが確実というような状況だと思いますね。そこに全てをかけるという展開ですね。ですから、ただこれフック当ててもですよ、クレンズはもう上がりましたし、 QSS いわゆるサッシュも完成してますから、そこから続けるような形でイスルギ選手、アバメ選手が入っていく以外ないですね。さあ、フロスト H、 エンティ捕まえたのはアウェイか、入ったボックスにゆとりもやしを捕まえたか、アウェイか即座にキック、そこから集団戦に発展するアバメが横から入ってか、またしてもフックが決まっている。ハレッチが完全に有利、ウルトラがアウェイか裏に逃げることに成功、その間にゆとりもやしが1キル取る、ハレッチがついにターゲティングされる、フラッシュを切ったがピラーがある、ゆとりもやしが狙いに行こうとしますが無理はしません。3キルゲットしているのはセブンセブン、イスルギ、そしてアレッチともにローライフだ。03交換、ウェイカップ9当たった、おお、新しいスルギースーパープレー打ち上げて逃げることには成功、ただしミッドが守るのはハレッチのみ1本、そしてネクサさんもう1本、ハレッチここも当たった、クレンザー使いましたが、新森がきっちりスキルを当てて、さあ LGL2016 開幕戦マッチ1ゲーム2勝利したのはセブンセブンとなりました。いやー、すごいゲームでしたね。かなりこうシーソーゲームで2点3点するような展開でしたが、やはり鍵となったのは新森選手のあのバロンゼのウルト、あれが試合を決定づけましたね。かなり不利な状況ではあったんですが、あの一つのウルトで本当に180度試合を変えたというようなプレーだったと思いますね。非常に素晴らしいプレーだったと思います。狙い通りだったんですけどね、USG も序盤はそれを見事に返したセブンセブン。さあ、これでゲーム3まで、いきますので、いや、ちょっと楽しみですけれども、ただいまからですね10分間のインターバルに入りたいと、思います。ゲーム3の準備が整うまで、今しばらくお待ちください。